教養小説とは、主人公が様々な体験を通して、内面的に成長していく過程を描く小説のこと。ドイツ語のビルドゥングスロモンの訳語で、自己形成小説、成長小説とも訳される。この概念は、ドイツの哲学者、ビルヘルム・ディルタイが、ゲーテのビルヘルム・マイスターの修行時代を中心に、それに類似した。 作品群を指す言葉として使用したことによって初めて知られ、以降は特にドイツの小説における一つの特質を表す言葉として知られるようになった。ただし、イギリスの教養小説などのように類似した他国の小説に対しても用いられることがある。教養小説の成立の背景にはドイツ市民社会の成立と 啓蒙主義の浸透の過程で、ギリシア思想を摂取したことによって、人間形成の概念が広まったことがある。これによって絶えず、ビルドゥングを念頭に置いた、ビーラントのアーガトニアゲーテのビルヘルムマイスターのような小説が生まれ、こうした傾向を後付けるために、教養小説という言葉が生まれたと考えられるので、ある。カール・モルゲンシュテルン。 教養小説の言葉は長い間先日のディルタイが初めて使用した言葉だと信じられてきたが、フリッツ・マルティーニーの論文、教養小説、その言葉の歴史と理論によって、すでに19世紀初頭の文芸史家、カール・モルゲンシュテルンがこの言葉を使用していたことが明らかになっている。モルゲンシュテルンは1820年に教養小説の本質についてと、 教養小説の歴史校という二種の講演で、この概念について詳しく論じており、最初の方の講演で、この種の小説は、何よりも素材によって、主人公の共用を、その始めから、ある程度の完成段階に至るまでの推移において、描き。第二に、この小説は、他ならぬそういう描写によって、読者の共用を、他の、いかなる種類の小説よりも広く促進するがゆえに、 教養小説と呼ばれるのであると定義している。その後、ディルタイは、大長シュライアー・マヒャーの生涯において、ゲーテのビルヘルム・マイスターとそれに連なる類似した形式の作品群に対して、人間の生における様々な段階の形成を示すものとして、教養小説という語を用い、また後年の 体験と創作のヘルダーリンを扱ったショーでも、教養小説の語を頻繁に用いこの語を有名にした。そうして、ディルタイー語、ビルヘルムマイスター以前のドイツの作品にも、素行的に、教養小説の性質が見出され、ビーラントの、アーガトン、グリンメルスハウゼン、アホー物語、ボルフラム・フォン・エッシェンバッハの女児誌、パルチバルなどにまで適用されるに至った。 ゲーテ以後の代表的な教養小説としては、ノバーリスの青い花、ヘルダーリンのヒュペーリオン、シティフターのバンカ、ケラーの緑のハインリヒ、トーマスマン、マノヤマ、ヘッセ、デミアンなどが挙げられる。教養小説の類義語として、発展小説といった言葉が用いられることもある。教養小説との違いは曖昧で論者によって定義も異なるが、 例えば、ゲーテ以前の教養小説を発展小説と読んで区別したり、あるいは、教養小説よりも、教養形成の過程を重視したものを、そのように読んだりする場合がある。また、イ l エル・シュタールは、典型的目標の有無で、教養小説と発展小説を区別しており、さらに主要な人物が、一人ないし複数の教師によって、直接指導されることによって成長する小説を、 教育小説と呼び、区別している。ありがとうございます。